き。ブリュットね。シャンパーニュの中でもピノムニエという黒ブドウ、赤ワインを作るブドウからお作りしているというか割合がかなり高いので、先ほどちょっとお伝えさせていただいたんですけれども、ふくよかで果実味を強く感じるようなシャンパーニュ。素敵。どうなんだろうね。全然普通ですね。でも今さ、前の会社の方
するの？じゃあ私はこれ。はい。ナップルパイをバラバラにしてお作りしたデザートで、はい、2種類の食感のリンゴとパイ生地とアップルフィリング、ごめんなさい、シナモンフィリングとキャラメルソースで、はい、で好きな組み合わせでお楽しみをいただきます。とセミフレッドがクレームベルデ風味のドライフルーツとナッツも入ったアイスケーキになりまして、キャラメリゼしたナッツとドライフルーツがこう。美味しかったワイン忘れないから、一応飲まれる方も多いので、あのワイン美味しかったなと思って思い出していただいて、ちょっとネットとかで検索してご購入いただきやすかったりとかしまして、はい、お待たせ、お借りをさせていただきます。ちょっと今日が